パリゴリン、陸上女子やり投げ決勝、10日、フランス競技場。世界女王の北口春香、26、イコールジャルイコールが今季ベストの65メートル80で日本女子トラックフィールド種目では初となる金メダルを獲得した。家でテレビ見てるような姿でわろた W、寝そべってカステラもぐもぐ W ポーズと笑顔かわいすぎ WW。北口の1投目でのビッグスローに対し、 それを上回る選手は現れなかった。日本陸上界にとっては2004年アテネボリンの男子ハンマー投げ、室伏工事、女子マラソン野口水木以来20年ぶりの金メダルとなった。試合後、ライバルたち、セケラックコーチや両親と抱き合い、歓喜の涙を流した北口。公式会見では、英語で話してもいい、と笑って質問し、英語でもやりとりした。 2019年に単身、海を渡り、チェコでデイビッド・セケラックコーチの指導を受けている北口。チェコ語と英語と日本語しか話さないけど、疲れているので混乱しています。三言語で頭の中で考えてしまっているのでと説明しながら、五輪の競技で子供の頃に見ていたのは水泳。一つ心残りがあるとすれば名言が残せなかった。いい言葉が、疲れているのもあって、 言語が混ざりすぎて言えなかったのが残念でも世界中の人々が集まって競技できたことが幸せだったと笑った